speedy emergency。私から全てを奪った。やれ、やめろ、助けて。だが今度は違う。待ってるぞグラム。よし、機は熟したな。お前の挑戦を受けてやるぞ、ダギークルーガー。なんだってバーディ司令官がここに来るんだ。あの太ったペリカンとは馬が合わない。ペリカンじゃありません。あなたの上官よ。きっとうまくやれます。フライトにシャトル着陸します。多分ね。SPD 地球署にようこそいらっしゃいました。バーディ上級司令官殿。いや、クルーガー全員整列。司令官、君が自慢する SPD スクワッドとやらはどこにいるのかね。彼らが SPD パワーレンジャーです。ほう、これがパワーレンジャーか。想像とは違ったが、君もさぞ鼻が高かろう。では司令室に案内してもらおうか。最新鋭の施設で働ける気分は最高だろう。文句なしです。ここの技術はマンクス博士が構築しました。おお、ではマンクス博士の上層部への昇進を検討せねばならんな。ここで満足です、司令官。レンジャーは出動せよ。ロボットが市街地を攻撃中。レディー、ロジャー、 SPD エマージェンシー。よっ、デルタスクワットメガゾード。メガゾードがやられているじゃないか。レッドレンジャーの判断ミスだな。作戦があるんです、司令官。戦術です、ご辛抱。辛抱だと？君はシリウスでそうしたかね。その話は今は関係ないことです。いいか、私は上級司令官のバーディーだぞ。君の上官だ。わかりました。わかりましただけか。わかりました、司令官殿。もらった、キラー、今だ。やったぜ、みんなよくやった。ロボットの町への侵入を許すとは指揮の不手際だな。レンジャーを二手に分けて二箇所から攻撃させるべきだった。
分ける時もあります。しかし今日はチームで戦わせるべきと判断しました。おお、そうか。今すぐチームを分けろ。二つにだ。そうすれば終わりです。チームを分けたらグラムが一人ずつ狙い撃ちにするでしょう。彼らと地球を危険にさらすつもりですか。これは命令だ、クルーガー。議論の余地はない。その命令には同意できません。絶対に。やっとバーディが帰ってくれる日が来たわ。聞こえたよ。賛成が5人。あ、6人。気をつけ。はい。バーディ司令官、SPD 地球商員一同、ご滞在いただき光栄に存じます。ありがとう、スカイ。ジャックです、司令官。クルガー司令官から話がある。全署員およびレンジャー諸君、日頃の献身に感謝する。私は SPD を率いてきたが、諸君と共に働けたことを誇りに思う。しかし本日をもって私は任を解かれる。今後諸君を指揮するのはバーディ上級司令官だ。なんでバーディはクルーガーを解任したの？それって私たちのせい？まさか。僕たちとクルーガーがいるから地球だけはグラムに征服されてないのに。攻撃すべきだと思ってるのかもな。待ってないで。なんだよ、クルーガーが祀ったってのか？本気で言ってんならクルーガーも浮かばれねえな。あなたたちを守ろうとして解任されたのよ。どういうこと？バーディのチーム解体命令を拒否したの。そんな命令みんな従わない。無茶言うな、ジ。バーディが司令官となった今、たとえ気に入らなくても彼の命令は絶対だ。その通りよ。あなたたちはこの組織の一員よ。命令には従わなきゃ。マンクス博士、君に頼みがあったんだ。新しいモニターを設置してレンジャーのユニフォームにサイレントアラートを取り付けてくれ。それからメンバーの交代について一緒に考えよう。これはエネルギー警報です。エネルギーが異常な増大を示しています。司令官、測定値が振り切っています。こんなこと初めてです。レンジャーを招集しろ。なあ、レンジャーは司令室に出頭せよ。出頭いたしました。エネルギーの急激な増大が見られた。レッド、ブルー、グリーンレンジャーは直ちに調査に向かえ。イエスサー。3人だけですか？何か問題があるかね？ありません。行くぞ。よっしゃ。よし、ここだ。調べよう。うん、何もなさそう。ぽいな、けど嫌な予感がする。誰かいるぞ、見ろ。嘘だろ、グラムだ。このために訓練してきたんだ。行くぜ。よし。大丈夫か、スカイ。
にせろ。グラムが待ってるとな。あいつ半端ねえ。原因はグラムでした。やつが地球にで尻尾を巻いて逃げたのか。司令官、それはひどすぎます。何か他にも報告することはあるかね。ええ、いえ、帰還できただけで幸いです。解散。新 SPD にようこそ、スカイ。シリウスではクルーガーがグラムを倒すことができなかった。今日はレンジャーが敗北した。やはり頼りになるのは自分だけか。グラムが戦いたいというなら私が相手になってやる。何か話してないことがあるんじゃない。グラムがクルーガーに伝えろって。決闘がしたいから来るのを待っていると。ここだけの話だけど、クルーガー司令官に伝えた方がいいわね。全員で行くと怪しまれるから、誰か一人で行ってあげて。俺が行く。今の警報は何ですか。セクター C で手配犯が見つかったとの報告があった。イエローとピンクを向かわせろ。その前に状況を分析してふさわしいものを選ぶのが。二人はふさわしくないと。パワーレンジャーじゃないのか。命令に逆らうな、マンクス博士。私の言う通りにしろ。セクター C だったよね。そう言ってたけど。ああ、俺はチャンカーだ。ビースパーティーに来てくれて嬉しいぜ。今日のゲームはレンジャーを捕まえてブルードウィングからビッグなご褒美をゲッツ。気に入ったわ。あなたはシドニー。いいんじゃない。でもパーティーならドレスコードを教えてくれたらよかったのに。ちょっと待ってて。 SPD エマージェンシー。いいドレスだ。ありがとう。出てこい、グラム。私と戦え。あいつら誰をよこしやがった。上級司令官ファウラーバーディーだ。どげえクルーガーを待っていたんだがな。上級司令官か。巻き様で我慢してやるか。ボス。うん。グラムが地球に現れて、ボスと一対一で決着をつけたいと待っています。バーディーはこのことを知りません。グラムはメッセージをあなたにと。苦戦してるようだな。シドニーとジーは大丈夫ですが、バーディー司令官が。愚かなことを。グラムに挑むとは。ええ、本当に。司令官、渡すものがあります。来ていただけますか。何を考えてるか分かるぞ。よかった。それなら話が早いですね。
ご無事で。あいつは命令を無視した。従ってたらあなたはもうやられてましたよ。ゲームオーバーだ。出せばこうなると覚えておけ。ファイヤー。グラブ、お前の負けだ。バカを言え、クルーガー。まだ終わったわけじゃない。これだけは忘れるな。俺たちの長い戦いにはまだ驚くことが隠されている。何が隠されていようとも、お前など恐れない。今度こそ SPD がお前を倒す。地球は渡さないぞ、グラム。私に二言はない。見事です、ボス。お前たちこそよくやった。SPD！ SPD！SPD。
君が育てたレンジャーたちを高く評価する手紙を書いて総司令本部に送っておいたぞ。本当にいいチームだな。同感です、司令官。頼んだぞ。ところで SPD にはまだ改善の余地がありそうだな。例えば上級司令官は優秀な司令官の仕事に口を挟むべきではない。クルーガ、君は誰よりも優れたリーダーだ。ありがとうございます。銀河は君にかかっている。みんなのために頑張ってくれ。わかりました。いつまでも何をニヤニヤと笑ってるんだ。これで羽を伸ばせるとでも思ってるのなら大間違いだぞ。地球書は怠け者と甘ったれと意地っ張りの集まりだ。お前たちもレンジャーならこの瞬間も訓練に励みたまえ。解散。やっぱりここは最高だな。あなたも最高よ、司令官。なぜだ、なぜこんな星を守るために奴らは命を懸けて戦う。グラム皇帝の御用を担当しております小村哲夫です。いや、全く毎回パワーレンジャーの面白さにはワクワクします。特に今回のグラム皇帝の強さには驚きました。全然負けた気がしない。パワーレンジャーどもよ、次こそコテンパンにやっつけてやる。合言葉は SPD。